ましたけますクッキング。今日やる料理はね、じゃあこれちょっと白滝がね、ちょっと安く売ってて買ってきちゃったんで、でこれ使ってちょっとまあ常備菜的な感じの惣菜やりますね。じゃあ早速やっていきたいと思います。調理スタート。材料説明ね、白滝2つと、あとこれえのきも使ってみよう、あと油揚げ2個と、あと鶏もんも使おうかなと思って、これまあ1枚ね、大体 250g ぐらいかな。はい、じゃあこれでやっていきたいと思います。よー、じゃあ早速ちゃちゃっとやっていきたいと思います。よし、じゃあ早速やっていきますか。まずね、この白滝なんだけど、これ今日のやつはこれアク抜き不要じゃないから、これをね一旦こうこれして、この状態でこれちょっとザルにあげてしっかり洗ってきます。まずね、このね、白滝ってこの袋に入ってるあれが臭いんだよね。だからまずはこれ洗ってきます。はい、この洗った状態で、ただ今回のやつはアク抜き不要じゃないので、まあね、ハサミかなんかでこれをこうちょっとチョキチョキと、こうちょっとこう食べやすい大きさにまずカットしてください。で、はい、そしたらここで沸騰したお湯で一回ボイルします。で、商品でアク抜き不要って書いてあるやつはこの作業がいらないですからね。はい、こういう状態で一回こう沸騰させます。ね、こんにゃく好きだけど、まあ白滝のこの形状が好きなんだよね、僕ね。はい、白滝ね、しっかりこうやって一回沸騰しました。これでね、変な匂いとアクが抜けました。じゃあこれね、一旦こうあのこれでちょっと開けていきます。はい、こんな感じでザルに上げてきました。はい、そしたらね、今度はまずえのきだけど、よいしょ、取って、そうだな、えのきはそうだな、これ大体まあ半分ぐらいに切って、で、ちょっと石突きのとこがくっついちゃって、ちょっと汚れちゃったけど、そしたら、はい、そしたらね、えのきはこう2等分にしたら、こっちはばらけてるから、こっちのね、こっちの方はこうやって適当に裂いていきます。はい、あー気持ちいい。なんかこういうの裂く作業が好きなんだよね。こう変態っすかね。皆さんこれ気持ちいいなと思ってる人はちょっとあの挙手してくださいね。うん、コメント欄で僕もこれ好きですよみたいな、変態ですよみたいな人は変態仲間として認定しますんで、ちゃんとあの名乗りを上げてくださいね。あーもう終わりかよ、あー終わっちて、はいはい、こんな感じで綺麗に咲きましたと。はい、そしたらね、これえのきはこれでいいとして、あ、油揚げちゃんね、油揚げちゃんはいつも言ってるみたいにこうやってね、キッチンペーパーで一回だけこうあのこうやってこうこすってあげたら、こう油、余計な油 取れるんで、これでもう下処理 OK とします。はいはい、こんな感じでしっかり油取れますから。よし、はい、そうしましたらこれはまあね、いつも通りこう真ん中一本入れて、こんな感じで5ミリぐらいにカットしていきます。よし、はい、そしたらあとこの鶏肉だけど、鶏肉はあのだね、このなんかやっぱこう白滝とかと合わせるから、あんまりゴリゴリしててもおかしいよね。だからこうちょっとなんだろうな、まあ細かめがいいと思うね。その方が全体に馴染みますからね。こういう感じで、そうですね、こんな感じで1センチ角ぐらいでいいんじゃないの、こんな感じでね、まあ、このぐらいだったらもう火の通りもいいですし、素材に絡みやすいんでね、あのちょっと細かめに、ちょっと面倒ですけど、こんな感じで切ります。さあこれで切り込みは終わりましたと。さあそしたらちょっと一旦ちょっとまな板洗ってみます。はい、こんな感じでね、すべてあの下処理が終わったので、じゃあ早速仕上げていきたいと思います。さあそしたらまずこのごま油ね、ごま油です。これを大さじこの分量で1杯半ぐらいかな、はい、入れたらまず鶏肉、はい、まあ、入れます。まあ言ったらこう白滝のきんぴらの喧嘩した感じなんだけど、まあ素材はぶっちゃけ何でもいいんですよ。なんだけどやっぱこうね、ちょっとご飯のおかずっぽく持っていった方がこういいかなーなんて思って、うん、感じで、まあ鶏肉を炒めていくんですね。でその時にちょっとピリッとさせたいので、これ唐辛子の輪切り、うん、これをこう入れます。ちょっとね、よし、でこの唐辛子の量はね、自分のお好みにしてくださいね。こんな感じで、はい、そしたら鶏肉にある程度でいいですよ。全体的に
火が通ってきますね。8割方ぐらいで大丈夫です。はい、そしたらここに、はい、白鳥入れて、よいしょ。そしたらこの、えのきと油揚げちゃんも入れています。このきんぴらみたいなこの味付けっていうのはいろんな食材で代用できますからね。ここにまあ例えばごぼうでもいいですし、大根なんかでも全然いい、ある食材は大体この手法で美味しくなるっていうそのまあ基本的な形なので、ただね今日はこのたまたまこの白鳥安いのを見つけたんでこれ主体にやってますけどね。はい、こんな状態で、はい、いきます。はい、そしたら味付けいきましょうか。はい、そしたらまず、はい、お酒大さじ2杯、はい、みりんも大さじ2杯、よいしょ、よし、はい、そしたらお醤油も大さじ2杯ね。いつも言ってるけどこの222の法則ですよね。これを覚えとけばもうほとんどの料理美味しくなりますから、皆さん覚えておいてくださいね。これみんな同割りなんですよ。で、お砂糖がここがお好みで分かれるところで、ちょっとこうすっきりした味が良かったらこれ小さじ2杯、小さじ2杯、ちょっと甘めが好きな人は大さじ1杯ポンって入れちゃってもいい。ここは自分の甘さに関しては大体この何ていうのかな、皆さんお好みで入れてください。ただ基本的なこの和のこの味付けに関しては酒が2、みりんが2、あとは醤油が2で、大体そのものは大体それの基本で決まりますからね。で、それでこうやってきんぴら仕立てにする場合にはごま油から炒めて唐辛子を入れる、この味付けのこの基本原則を守っていればこの食材っていうのはいろんなものに応用できます。で、これに関しては白滝が結構水分持ってますから水分が結構ね出るんですよ、こうやってね。だけどこれをまあ、ある程度水分がなくなるまでこれ入れ上げちゃいます。そうすると味がガーッと入ってっていわゆる甘じょっぱいこう、ね、日本のねこの安心するこの煮物の味になるわけなんですね。はい、こんな感じでほらさっき結構水分があったのが水分がほとんどなくなってきて、それと同時にこうなんとかな、音がだん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 こうら変わってくるんですよ。水分がなくなって油が主張してくるからこう炒め物してるようななんていうかな音に変わってくる。バジ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 油の主張が出てくる。それと同時にこの水分が抜けて照りが出てくる。はい、こんな感じまで来たら、ある程度来たらここで味見します。ある程度だいぶいいね。で、ここで大体の味付けは決まってるんだけど最後の最後でちょっと味の調整するね。大さじ8分目ぐらい入ったと思う。で、そしたら同量入れちゃうのよ。そうしないと味のバランスがまたおかしくなってくる。必ずこのみりん、酒、醤油っていうバランスをしっかり保ってください。そうすると味っていうのは壊れないですよね。だから醤油だけ入れるとある程度しょっぱめの感じになる。結局この分量に対して最終的にねいろいろ調整したけど、多分みりん、酒、醤油が全部3で、お砂糖だけ小さじで3みたいな割合に今なってます。これで十分だと思うな。いいね。はい、見てください。こんな感じでしっかり入り上げてるんで、これ水分さっきのシャバシャバは一切ありません。で、最終的にこう炒めてるような味になって白滝がこういうふうに照りが出てくる、ね、こういう色目ですよ。この色目まで入り上げちゃってください。はい、こうすれば日持ちもしますし味もビシッと決まってます。はい、これで完成となります。はい、今日はちょっとね出来たてをね食べてみよう。出来たてをちょっともち麦ご飯で食べようかなと思う。こんな感じでよいしょとバンと入れたら、であとこんなにたくさんいらないから、そしたらあとは残りタッパーに入れるね。で、これは今日は出来たてをちょっとご飯に乗っけて、うまそう。もうねこれはもうご飯に最高に合うやつだから、よいしょ、ね、であとはこの
はい、こんな感じで、はい、完成しました。今日の簡単料理ね、まあ白滝を主体にした鶏白滝の完成です。めちゃめちゃ美味しそう。よっしゃね、早速ね食べてみたいと思います。今日の感じこれだよ。こんな感じでね、でご飯に盛り付けてからね、こんな感じ。じゃあ早速ね食べてみたいと思います。とその前に、はい、いつも通りチューハイとナザン、お疲れ様でした。乾杯。美味しい、もう美味しい、美味しいってことで、じゃあ早速食べてみたいと思います。はい、届きます。ちょっとね、ごまがあったからごまも振りかけてみた。うん、こんな感じだよ、白滝ご飯。うまそう。うん、これはもうめちゃめちゃ美味しい。すげー美味しいね、これ。この甘じょっぱい感じに、こう白滝に味がめちゃくちゃ乗ってるところに、えのきのさ、コリコリが食感として生きてるし、で油揚げがこう味染みてるから、すごい味の濃さも感じるし、うん、美味しい。細かく切った鶏が効いてんね。うん、これね、冷蔵庫にあるやつでバンバン作ってみたんだけど、ものすごいいい取り合わせでしたね、鶏だけにね。意外とこの白滝とこのえのきのこのコンビネーションいいっすね。うん、ご飯何杯でもいける感じの味ですね。まあね、動画で説明しましたけど、醤油、みりん、酒を全部2対2対2でやるんですよ。でそれに対してのお砂糖が1っていうのが結構普通なんだけど、僕はちょっとそれだと甘すぎるんで 0.8 ぐらいが好きです。つまり対比で言うと、醤油に、みりんが2、酒が2、お砂糖が 0.8 で、大体いろんなこの甘じょっぱい味は美味しくなる。でこれだけを抑えておくとかなりの料理上手になるんで、皆さんやってみてください。ね、そういうことで皆さん覚えておいてください。うん、今日もこの白滝ベースのこの常備菜、最高に美味しいのができました。皆さんもこのね、黄金比率を守っていろんなきんぴら挑戦してみてください。ということで、今日のこの簡単料理ね、研磨組織超簡単、鶏白滝、はい、大成功です。皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。